おっす、本日は初級者に向けたまたは壮年部に向けた筋力強化の傾向を紹介したいと思います。まず初級者や壮年部にやりがちな一つ一つの動作をきちんと行うために通常の稽古のスピードとついていけない、また動きがよくわからない、そういったことが見られます。その解消として、おすすめするのがスロートレーニングまたは停止トレーニングです。実際にその動作をゆっくり行ってみたり、または止めてみたりすることによって指先や体の動かし方がより初級者や壮年部の方には分かりやすくなります。では実際に行ってみましょう。まず前蹴りです。準備していただきたいのが、このような椅子だとか、あとは壁ですね。どうしても、初心者の方は、フラフラしてしまう、なかなか軸を保つというのは難しい、そういった形でこういった椅子をですね、家庭にあるごく普通の椅子で結構です。椅子やまたは壁を使って蹴りを行います。まず前蹴り、通常前蹴りを蹴るときには初級者になりがちな形がですね、足首が曲がってしまう形です。これでは相手に強い威力を抑えられません。足首をまっすぐ伸ばした形で収束をしっかり返す、とはいうものの初級者にはなかなかこの形ができませんので、こういった椅子を使ってですね、確認をする、または実際に下に入れて足を伸ばしてみてですね、行ってみる、そのような形でですね、稽古を行っています。まず膝をしっかり前蹴りを抱え込みます。蹴った時に止めるのですが、筋力がまだついていかない場合には手で補助して結構です。まっすぐ伸ばした時に収束をしっかり返す形で止める、1、2、3、戻す、また伸ばす、1、2、3、戻す、このような形の稽古ですね、右左、交互ですね、行ってみると非常に収束を返す動作が、理解しやすいと思います。止める、1、2、3、戻す、上げた時に止める、1、2、3、戻す、この繰り返しをですね、行うことで、実際に前蹴りの稽古をする前にこのような強稽古をするといいと思います。手を前に出してしっかり足首を伸ばす、足首をしっかり、伸ばすことによって前蹴りを蹴った時の形が理解しやすいと思います。では10回一緒にやってみましょう。いきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、止める、はい、その状態で足にその形を行って止める、戻す、はい、10回行います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、戻します。はい、左側もやってみましょう。はい、同じようにですね、膝をしっかり抱え込みます。はじめは手で補助して結構です。膝をしっかり抱え込んだ状態、はい、10回いきます。1、戻す、2、戻す、3、戻す、4、戻す、5、戻す、6、7、8、9、10、はい、頑張ってそのまま止める、はい、戻します。はい、そのような形でですね、前蹴りの稽古をしてみるといいと思います。はい、続いて回し蹴りです。回し蹴りは、やはり初級者にとってですね、とても、難しい動作に思いがちです。ただコツをつかむことによってですね、早く習得することができます。また壮年部の方は膝を抱え込むという動作なかなかうまく体で、表現できないと思いますので、やはりこのような椅子を使って行うことが、近道に近づくと思います。膝を抱え込んだ状態、膝が目標物に向かっていくのですが、このまま足先だけで蹴るのかとですね、軸足と足が一緒に連動して蹴り込むことによって回し蹴り力が相手に伝わります。膝を上げる、
それが目標物に向かっていく。足首、膝、腰が連動してですね、腰をしっかり返して蹴っていく。このような形の蛍光方法があります。また椅子以外にもですね、このような厚手のタオルを準備していただいて、タオルをですね、実際床に置いてです、その軸足を返す動作というのが非常に、初級者の方に難しい動作になりますので、この下のタオルを利用して壁に捕まって体を安定させながら、先ほどの稽古と一緒です、膝を抱え込み、膝が目標物に向かっていくのと同時に、足首の返し、腰の連動で膝を抱え込み、膝が目標物に向かっていくのと同時に体幹、それから足首、膝、腰が連動して稽古の操作を稽古します。このような形をするとですね、非常に、初級者の方、または損傷の方に、軸足の回収を早く習得することができます。それでは、10回行ってみましょう。はい、1 2 3 4 5 6、また、足が上がらない場合には中間でも正しい形をやることによって、また、成果のある稽古になります。8 9 10、たまに止めてみるのも一つの稽古です。はい、戻します。このような椅子やタオルを使うことによって、効果的な稽古が行えます。はい、続いて、横蹴りの稽古をしてみましょう。横蹴りも、初級者や少年にとってはとっても難易度の高い技に取られがちですが、これも椅子や壁を使うことによって、比較的早く習得できると思います。まず親指をしっかり上げて4本の指を下げる形ですね。これはなかなか初めにできなければ準備運動の動作でもあるように、親指と指のその他4本の交差をしっかりやる稽古をし、どうしてもいかない場合には自分の手を使っても稽古です。親指をしっかり反らし、4本の指を上げる、この形を作ります。この形でまた蹴ることによって足が崩れてしまう場合が多いです。その時にやはり手で支えて結構です。その先ほど作った形をここで蹴って止めてみます。で、実際に捕まることによってですね、自分で、客観的にその場所を見ることができます。どうしても安定感が悪いと蹴ることだけで精一杯になって形が崩れてしまいますので、このようなものを使うといいと思います。まず側頭を作ったらしっかり抱え込みます。横蹴りですが、常に自分の中心を守るように正面にしっかり上げた位置から横に蹴っていきます。かかとが上を向くような形ですね。指先が先に向いてしまうと指が先になってしまいます。相手に対してかかとで手を捉えるという形を取ります。蹴ったら必ず引くことが大切です。この動作を、椅子を使って行っています。上げる、蹴る、止める、膝の高さを変えずに落とす、下ろす、膝を上げる、蹴る、戻す、下ろす。はい、それでは5回一緒に行ってみましょう。1、戻す。その瞬間少し止めることによってより、自分の体にですね、その動作が染み付いていきます。2、止めます。戻す。3、戻す。慣れてきたら軸足を少し返すようにして腰を入れることも入れてみましょう。4、戻す。はい、5、はい、止めてみます。はい、戻します。普段の道場稽古では、全員で合同で稽古を行いますので自分のペースではできませんが、自宅での稽古のいいところは自分のペースでできることがとってもいい利点です。ですので今回この期間を使ってですね、自分のペースでしっかり上げる、蹴る、戻す、形を確認することによって自分に正しい形が身についてきています。同様に後ろ蹴りもそのような形ですね。なかなかやはり合同稽古の中で
みんなのテンポに合わせて初級者の方が、総年齢の方が、ついていくというのは大変だと思います。そんな形でまず膝をしっかり抱え込み、まっすぐ肩から蹴り込む、膝を抱え込み、まっすぐ肩から蹴り込む、この動作や、同様に後ろ回し蹴りや掛け蹴りなどの稽古も椅子を使うことによって、より総年齢の方の安定して蹴りの稽古ができると思います。このような形でですね、低四筋と呼ばれる自分の体を支える筋力、そして空手で一番大切な足腰の筋力を膝や腰に無理な負担をかけずに鍛えることができます。どうか自宅でできるトレーニングの中に取り入れてください。おっす。